200万だらあ、これうちの新商品、スカーフ型自動小銃です。ぜひ置いてください。ニックマーン。だがしかし、私はピザマンを押します。はい、銃器密売の報酬バイウィークで大貧民から大分持ち直したマダンです。あのカジュアルから高級スーツまで何でも取り揃える暇そうな服屋さんにも新型兵器を納入できたし、これでだいぶ台所も賑やかになるね。さあ、では豊富な資金を利用してプランを進めていこうじゃありまえんか。で、うん、なんかビールやコーラが宙に浮いてるように見えるけど、気のせいかな。あ、気のせいじゃないわ。そういえば学校のクラスに必ず一人は影が薄い人っていたよね。そういう人がジュースとか飲んでると、それが浮かんで見えるってわけだな。Q、E、D。なんか妙に動きが生々しいぞ。まあでもこういう人たちがいればステルス迷彩はいらないね。やったぜ。ほんじゃ、デロリアン強化作戦からやっていきましょうか。いた。急に加速すんなよー。さてさて、まずは友達から強奪元いお借りしたデロリアンを取りに行くのね。オーケー。手荒やだ、金の霊柩車、またの名を第二の太陽。なるほどわからん。打弱性を作ってやつですかね。セキュリティにも穴はあるんだよな。さすがはレスターおじさん、我々が思ってることをすべて語ってくれましたな。この強盗に意味があるかどうかなんてのは責任者だけが考えりゃいいのよ。我々にとって大事なのは、金、ひいてはカントリーマームだからな。これは本当の話、火星を探索するための予算が莫大であることに対して、火星に水がかつてあった、それがどうした、我々の生活に関係あるのか、という批判がある、らしい。ウィキにそう書いてあった。つまりはそんなよくわかんないもんより、お金ちょうだい、ってことよ。と、まあこのようにして、額のない人間は目先の利益だけを求め、頭のいい人間は莫大な利益を得る。社会ってそういう仕組みになってるから、だからこそ勉強はしなきゃいけないのよ、と、パクさんが言ってた。せっかくだから、私はこのクロームの扉を選ぶぜ。デロリアン好きな人から見れば、磨きすぎ、って言われるかもしれないけど。ふむ、データも空を飛ぶ時代か。うん、考えてみれば、データってもう随分前から空飛んでるよね。別におかしくはないか。レスターの嘘つき、ミッションって時間かけるほど報酬でかくなるじゃん。早いほど得なのは、屋根ごた回しの時代だけさ。
ドライブスルーで強盗か。これ流行るかもね。ただしマクドナルドの店員はショットガンを持ってるのでダメです。あ、ハッキングスタート。うお、めっちゃ撃ってくる。やべえよ。この車ドライバーめっちゃ狙いやすいっしょ。撤収されて一撃やぼんのよ。あ。逃れられぬカルマ。これミサイルいる？スティッキーボームでもよくない？でわわ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 。落ちに困ったからって自然発火するなー。危ねえよ。破壊してないっすけどね。次のデータは会場にあるって言ってたな。どうやって飛んのこれ。バラムツみたいに釣ればいいのか。バラムツ闇鍋。頭がホブアーリングモード。バラムツパーティーしたらケツが汚れるけどね。さらっとすごいこと言ったな。ホバリングモードをつけておいた。で、あんた、一体何年先の技術を先取りしてんのよ。イブラヒモビッチですら15年先取りまでしかできないのよ。動き回るな。バラムツでもかかってんのか。うちの冷蔵庫のバラムツやるからじっとしとれ。食べ放題だぞ。そして人間としての尊厳を破壊されるがよい。オーケー。うお、もう爆発した。仕事が早いな。さて、向こうのチームが苦戦してるようだ。マスク屋さんでも冷やかしに行くか。7月以外にも熊のマスク売ってよ、ってね。この後ロスサントス空港に集合です。先に行っておいてください。オーケー。ほう、デミグラスソースかな。しっかしすっぽい移動させられるなぁ。次は瞬間移動する車とか来ないかね。もはや車である必要性がないし、ゲームそのものが否定されてしまいますがな。メタ発言はやめなさい。パーキングオーケー。節子、そこ駐車場とちゃう。ゴミ箱や。お兄ちゃん、またホタル食べたい。よう。待たせたな、って何しとん。アルパカなんですぐ死んでしまうんだ。アルパカーン。はい、到着っと。あれ、みんないない。なるほど、車で飛行機を追いかける時代か。なんかおかしくね。なんかワイルドスピードで見たことあるような気もするが、あの場面にこの車が出てきたらバランスブレーカーもいいところだわさ。言うの遅いでしょ。今さら何言ってんの。ユーロミッションで逃走中の応援にこの車で追っかけたら目玉飛び出るだろうね。痛い。今のセリフ何気に重要ね。インターネットの怖さを知らない若年層にこそ聞いてもらいたいね。情報ってのはお金になるんですよ。例えば GTA6 の開発スタッフが1万ドルで開発情報売りますとか言ったら誰かは買うでしょ。ゲームに限らず企業の秘匿義務を守らせるのって大変だと思うね。
特に SNS が発展した昨今だと。もちろん、その情報を使ってさらに儲けるんだろうけどね、株とかで。そんなわけで、みんなレッツインサイダー取引。まあでも、どんだけ秘匿義務を守っていようが、車が空飛んで追っかけてくることもあるので、皆さんも空だからって安心しないようにしましょうね。一番安全なのは、情報を全部頭の中にしまっておくってことか。うん、それができればハーバード大学だって余裕で合格できるわね。それにしてもこの絵面のシュールさよ、馬の覆面した人がケーキをストローですすってる絵面並みよ。だが、この様子を非現実的だなどと感じているあなたはまだまだロスサントスに馴染んでいるとは言えないね。ハッキング完了。てはや？何があった？すまん、ガス欠だ。さっきマソリンガンタン入れてきたばっかりだったんだけどな。そりゃマソリンをガンタンまで入れたって意味ないよ。てかマソリンって何よ。まあ、人は過ちを繰り返すもんだ。人工知能だって、そのうちファッく、とかエッスとか言うようになるんでしょうよ。しーとかどうですかね。そんなこと言い始めたらさ、べっちたっんでに、いえま、うぴっ、おく、えな、になっちゃうよ。確かに。まあそれはそうと仕事終わったんだから飯でも食おうぜ。バラムツのムニエルとかどうだい。ああ、いいっすねー。後でお尻パーティーになっちゃうけど。大人用おむつ買っとかないとね。お尻状況を逐一報告されたし。この変態たち、何言ってんの、と思った方は、バラムツを一度食べてみると、いいと思うよ。というところで、今回はこんだけ、見てくださった皆様、ありがとうございました。パート6、ん、かん。